ムンバイメトロはインドのムンバイにある都市高速鉄道網。2014年6月8日に1号線が高架鉄道として開通した。一部のメディアにおいて1号線を地下鉄と報じているものがあるが間違いである。2014年時点で未着工の3号線はムンバイ発の地下鉄となる予定。ムンバイは経済成長に伴う自動車台数の急速な増加により、 深刻な交通渋滞と騒音、排ガスによる公害が問題となっていた。そのため、交通渋滞緩和及び都市環境の改善を図るための公共交通システムの整備が必要であった。一方で、用地不足から道路網の拡充が難しく、既存の公共交通であるバスの輸送能力の向上が困難なことから、交通渋滞緩和及び自動車公害対策のために、 また世界で最も混雑する鉄道と言われるムンバイ近郊鉄道の混雑緩和のために新たな鉄道による大量高速輸送システムを整備することとなった。このような背景のもと計画・建設が進められているのがムンバイメトロである。2014年6月に開通したムンバイメトロ1号線は同志西部 ベルソバから東部がトコパルカンの 11.4km を結ぶ高架鉄道である。当初は2012年の開業が見込まれていたが、後期が長引くのに伴い、事業費は235億6000万ルピーから432億1000万ルピーに膨らんだ。なお、3号線はジャイカの対インド円借管により建設されることが決定した。新路線は、 ンバイの南北約33キロを地下鉄でつなぐ予定。14年中に着工し、20年にも開業を目指す。総工費は約4200億円で、うち5割超を円借管で賄う。中国の南京裏鎮車両調整。2M2T の4両編成であるが、輸送量増加の際は、3M3T の6両編成とすることができる。最初の1ヶ月間を、 プロモーション価格として10ルピーに設定し、その後は10から40ルピーになる予定。ありがとうございます。